ウルトラトワラーズ YouTube ラジオスタンバイユー。皆さんの悩みを全力のゆるさでお答えするウルトラトワラーズのラジオスタンドバイユー。視聴者の皆様から SNS でいただいた質問相談をウルトワなりに答えたり、マニアなトーク縛りを話したりするまったりラジオです。寝る直前、一日の終わりに布団の中でぼーっと聞いていただけたら嬉しいです。皆さん、おはこんばんちは。もうなんか最近は春の訪れを感じる今日この頃で過ごしておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。日中はですね、ちょっとポカポカしだしてですね、なんか春の匂いって皆さんご存知ですか。わかりますか。春の匂いが僕の鼻を通って、感じさせてくれている、そんな日々でございます。なんか梅の花だとか、ちょっと早く咲いちゃう桜の花だとか、そんなのが街中に見えるような日々が来ましたが、まあ僕はですね、ちょっと冬服っておしゃれな着こなし、レイヤードができるじゃないですか。だから結構冬の服結構好きなんですけど、まあ、季節で言うと夏が好きなんですけど、ちょっと矛盾はしてるんですけど、まあ冬もう終わっちゃうのかなという寂しい気持ちも皆さんお持ちですよね。気狂ってんなこの会話。ということで本日はコマちゃんが務めさせていただきます。それでは皆さん、今日も一日お疲れ様です。うえー、もうこれ恒例にしよう、マジで。今日はアサヒスーパードライの生ビールをいただいております。今日も一日頑張ったねっていうか、何もやってないわマジで。もうやっぱりね、年なんですよね。32歳、男性なんですけど、やっぱちょっとオーバーワークした次の日の練習の次の日の朝、日本語やばいな、もう頑張った日の次の日の朝がやばいんですよ。もう体がもう岩のようにね、鉛のような、そんな朝を迎えました。まあ今日一日楽しく過ごせたというその思いだけで感謝ですね。それでは本日は先日インスタ、僕のインスタの方で質問コーナーを設けました。そこでちょっとたくさん質問に答えていけたらいいかなと思います。早速いきますね。ちょっと待ってね。イニシャルで言っていいのかな。それでは参ります。ちょっと待って、ごめん。イニシャル873、ちょっと全部言ってもいいのかな。87純いちごさんからですね。一日のルーティーンはっていうふうに聞かれてるんですけど、朝起きてからすることは結構決まってます。朝起きてからすることは、最近はもうパックをしながら歯磨きをして掃除機をかけるですね。でパックが終わってる頃にはちょっとコーヒー、ホットコーヒーの機械をぶち冷まして、いかコーヒーを入れてって感じですね。でパックが5分か10分ぐらいしたら化粧水でも、最近はリンパマッサージ、ちょっと独学の独自ですけど、リンパマッサージをしながらスキンケアをしてるって感じですね。あとはですね、ルーティンではないんですけれども、やめたいと思ってやめれない甘いものと小麦粉は毎日食べちゃってますっていう風のルーティンもあります。はい、次。トリプルってどうやったら取れるようになりますか。ちゃん39さんですね。トリプルってどうやったら取れる。もう簡単に言ったら早く回ってくださいっていう、ただそれだけの話なんですけれども、まあ、なんで早く回れないんだっていうところだと思うんですよね。まあ、僕はですね、まあ、幸いにも頭がとっても大きくて重たいので、その頭の重さを利用して、うんうんうんってトリプル回るっていうイメージでやってます。なんかジェットコースターみたいな感じですね。あと僕は頭を下に突っ込むってよりは上に上がる上がる上がるっていうイメージで回っているので、よかったらやってみてください。
あとはもうなんかね、ワンスピンかツースピンぐらいの高さのトスでトスイリュージョンをして、いかに低く速くやるかっていう練習ですかね。なんでかっていうと、やっぱ見つけてからキャッチまでの時間がやっぱトリプルとかになるとないじゃないですか。なので起きてからキャッチまでの時間をもうめっちゃ速くする、リアクションを超速くしていくみたいな、もうなんだっけ、動体視力の練習ですね、とかもやってもいいかなとか思います。はい、次、エリ0211さん、コンテストの時とか最初お辞儀する時はどこ見てますか。あ、これあんまり答えたくないなっていうのは、僕の答えはどこも見てないですなんかこんなことを言っていいか分かんないけど、もう本番前にお願いしますっていう、ぶっちゃけメンタルではないんですね。それ昔からなんですけど、なのでもう小声で言うとしなきゃいけないからしてるって感じです。もう本当はもう集中してるので、もうどこ見てるとかそういう次元に僕はすいませんいないです、最低。はい、次、サンサントゥーさん集中力を上げるためにしていることはありますか。特にないかな、特にないけど、本番の時は音楽を聴いて、なんかこう視覚じゃない、聴覚を遮断する作業はしてるかもしんない、してんじゃんっていう話なんですけど、してますね。そこでこう集中力をグッと上げてます。やってんじゃんやってました。はい、すいません。はい、次、KN か1128さん、今までで一番緊張したことは何ですか。これね、結構洗い出したんですけど、すいません、一番は分かんないな。その時の一番だから、なんか過去の一番って決めきれないんですけど、まあ、僕がかなり緊張した場面をちょっとピックアップしました。2001年、僕が10歳の時の初めてのフランスの世界大会の決勝の前はもう死ぬほど緊張しました。その10年間の中で一番緊張したと思います。次、2008年、シニア2年目の世界大会 in アイルランド、これはですね、なんかあんまり練習がうまくいってなくて、なんか本番予選がクソボロボロで、で準決勝でアジャストできてノードロップだったんですけど、で決勝も幸いにノードロップだったんですけど、もう本当に国に帰りたいとまで思った世界大会はこれが初めてでした。もう出てやりたくない、もう出てやんない、もう帰るみたいな、ちょっと意味のわかんない究極のモチベーションで頑張ってました。で次がね、2012年の初優勝した世界大会 in フランス、これもね予選決勝が良くなくて、まあ、結局良くなかったんですけど、めちゃくちゃ緊張しました。なんでかわかんないけど、やっぱフランス勢、ヨーロッパ勢のすごい大きい応援にちょっと圧倒されたのかな。次、2021年パラリンピック開会式、これは結構緊張しましたね。なんか波があったけど、めっちゃ緊張したのが本番の割と前で、本番直前はなんかもうなるようにしかならないみたいな、楽しんじゃえって感じで出てたんですけど、まあそこそこ緊張しました。でもこの中で今言った中では割と緊張してない方かもしれないです。あとちょくちょくあります。まあ演技披露とかで呼ばれた舞台とか、まあ、ちょいちょいバクバク緊張してます。はい、次、ANSA1206 さん、ロールのコツは何ですか。答えにくいな。忍耐力ですね、僕の場合。なぜなら苦手だったので、ちっちゃい頃から。もう本当に忍耐、耐える。耐えて耐えて練習して、耐えて練習して、泣いて泣いて泣いて練習して耐えて泣いてみたいな、そんな感じでした。あとは技術的なことを言うと、バランスポイントの捉え方、どこを捉えなきゃいけないか、センターをちゃんと捉えるのか、また4分の1で回し始めなきゃいけない、乗せ始めなきゃいけないかとか、こう技によっていろいろあると思うんですけど、バランスポイントの捉え方と、あとバトンの回転と体のスピードのマッチがしてるかどうか、
例えばネックロールとかだと足が止まってしまうと足が止まったり体の回転が止まることでバトンの回転が止まるじゃないですか。そのスピード感が一致してるかっていうことはちょっと意識した方がいいかなと思うのと、あとバトンと体の距離感、ロールって多分すごい近いと思うので体の真ん中中心に近いところでロールが回せてるかっていうところと、あとは、まあ、人によって違うと思うんですけど、僕は自分がコントロール、ロールのコントロールすると思ってるので、自分がこう主導権を握ってロールをするように意識してます。あとちょっと、次、萌えかバトンさん。トスを高く投げるにはどうしたらいいですか？なんか、どうしたらいいんだろうね。僕はちっちゃい頃外で練習してたので、もういくらでも投げていいから、っていうのはあったかなっていうのと、あとはこう腕で投げずにこう手首と親指のスナップで投げ上げるっていうことは意識した方がいいかなと思います。あとは意外にも胸筋と腕力が必要な気がするので、こうチューブトレーニングとかで胸筋とか腕の上腕二頭筋とかの筋トレをしてもいいかなと思います。はい、次、同じ方ですね。萌えかバトンさん。バラエティキャッチ何が好きですか？これ、なんかあんま決めたことがないからわかんないな。まあ大会とかでいろんなバラエティキャッチをやってきたので、いろんなバラエティキャッチが得意です。はい、次。N ひーなさん。今と昔の練習時間知りたいです。おー。昔はですね、週に5日、平日3時間。土日3時間から9時間ぐらいですかね、練習してました。で、大学から指導とかをさせてもらうようになったので、もうその頃からちょっとずつ減ってはいるんですけど、まあ大学生にもなったので量より質みたいな感覚で練習はしていました。今はね、去年は週5日だけど 1,2 時間しか練習してなかったです。でも今年はペアなので、週にまあ5日するかしないかですけど、1時間から6時間ですね。ちょっと幅はありますけど、去年よりは練習時間は増えてるかなと思います。そんな感じかな。あとね、もうちょっともらってるんですけど、また次回やろうかなと思いますので、またどしどし、またね、質問コーナーやってもいいかなと思うのでやっていきたいと思います。なんかやっぱみんな真面目だからさ、バトンのことばっかり聞いてくるんだね。休みの日何してますかとかさ、何好きですかとか、好きな芸能人なんですかとかさ、なんかそういうのなかったな。何でもいいので何でも答えます。そんな感じでいきたいと思います。ではこの動画がいいねって方はグッドボタン、その他 SNS のフォローもよろしくお願いします。それでは皆さん、おやすみなさいませ。 Good night。